はい、どうも、クラゲです。ということで、今回なんですけども、まあ、今日はですね、ガチャの方で、12球団オーダーの方の強化をしていこうかなと思います。で、まあ、12球団オーダーの強化って言っても、一応、純正の方でも狙い目はいます。その選手が、この方です。はい、こちら今来てる床田選手になるんですけど、球種がフォークからパームに変わってるんですよ。で、中継ぎ適正、抑え適正も追加されてるということで、この床田選手、ちょっと一応ね、確保しておきたいというので、現状今、カープの選手で言うと、床田選手のみがね、狙いになってるんで、まあ、今日このグレードアップ行こうと思ってるんですけど、この最後のグレード 7S ランク新選手1人確定のところだけカープで回して、あとそれ以外のところはね、ちょっとジャイアンツで回していこうかなと思います。まあ、その理由が、まあ、現状ジャイアンツの選手こんな感じで抜けてなくて、まあ、ビエイラとか、高橋選手で追加があったメルセデスですね。まあ、この辺がちょっと個人的に手に入れておきたいかなっていうところなんで、まあ、グレード7以外のガチャを回していこうかなと思ってます。でですね、野手の追加来てるんですけど、まあ、野手はまあ多分紹介しなくてもいいですかね。ちょっと面白いのが、島田選手のこの超広角打法を持ちつつ低弾道っていうのが結構面白いんですけど、まあ、ちょっとピッチャーの方を軽く見ていこうかなと思います。上本さんだけちょっと軽く見るか。で、まあ、すごいユーティリティプレイヤーで、サードの守備範囲 C の補給が B なんですよ。だからサードで使うことがすごいカープ純正にとって大きなメリットになるんじゃないかなと思います。まあ、セカンドショートとかはね、ノムケンさんとか菊池さんとかに比べたらちょっと守備が劣っちゃうんで難しいんですけど、サードの守備範囲 C 補給 B っていうのはカープ純正では非常に貴重な枠になってくるんじゃないかなと思います。あとこのチャンス20丸対左投手選球が、まあ、私立になったらもうちょっとミート上がるのかな。まあ、その辺がちょっと楽しみなところでありますね。まあ、ピッチャーちょっと見ていきましょうか。ピッチャー結構ね面白いんで、まあ、ヤクルト高梨選手ですね。まあ、バランスが取れたステータス、ツーシームがね上方向やったら面白かったんですけど、ただフォークの変化量が B と、でさらに超大ピンチ持ってるんで、まあ、これ発動したらマックスの変化量いくんですよね。まあ、純正の枠からしたらね、中継ぎにいて非常に頼もしい選手なんじゃないかなと思います。でウィルカーソン、こちらもバランスが取れたステータスになってます。今回の登場選手はあれか、結構バランス型の選手が多いのかな。ドロカカットサークルチェンジのみ。まあ、今後のねツーシーム追加とか、まあ、投げてるか分かんないですけど、ちょっと楽しみっすね。で今回狙ってるメルセデス、こちらもステータスのバランスが非常にいいと。でなんで欲しいかって言ったら、ストレートがねこれまっすらかな、確かするんすよね。まっすらツーシーム、まあ、スライダーカーブサークルチェンジ、なかなか使う場面ないと思うんですけど、このまっすらとツーシームの使い分けっていうのが非常に楽しみかなと思います。でコントロール20丸タイピンチ打たれ強さなんで、まあ、結構狙ったところに投げれるっていうのは非常にメリットなんじゃないかなと思います。でこちらですよ、先ほども紹介した床田選手、まあ、今年からねフォークのところがパームに変わってて、適性もねいっぱい追加されてる床田さんなんですけど、こちらね超タイピンチが剥奪されてるということで、まあ、従来の床田選手が強いのか今回が強いのかっていうのは、まあ、使ってみてね判断していこうかなと思います。取れたらね。で小笠原選手、こちらも小笠原選手も確かマッスラツーシームかな、うん、でスラーブドロカサークルチェンジと、で綺麗20丸タイピンチ打たれ強さ、超タイピンチにはならなかったですね。まあ、それでも十分強いでしょうマッスラツーシーム。で次は DeNA 浜口選手なんですが、まあ、球種がねじゃあツーシームとか持ってるわけじゃないんで、まあ、純正枠だったらどうだろう、最強決定戦とかで必要なのかな、 QA 乗るしね。で田島選手も非常にバランスが取れたステータスと、まあ、球種めっちゃ多いですよね田島選手は。でカーブの変化量が B、 うん、脱三振20丸タイピンチ球持ち、まあ、田島選手もリーグ向けかな。でこちらロメロですよ、元中日のロメロっすよね。中日バージョンをね僕持ってるんですけど、スライダーの変化量がちょっと上がってツーシーム E、 タイピンチがなくなって超高速球伸び対右打者か、まあ普通に欲しいっすねロメロも。で楽天早川選手、うお請求 A か強、まあ、早川選手もどちらかといったらリーグ向けになってくる選手なんじゃないかなと思います。ソフトバンク杉山選手、球威75と160キロ、速っ。でナックルカーブ縦スラ、このカットボール F っていうのがね意外といいんですよね。超高速球奪三振伸び、体感速度めっちゃ速そう。で2チャーム上原選手、お球威制球同値、ストレートスライダーフォークサークルチェンジ、サークルチェンジ持ってるピッチャー多いな今回。チェンジオブペース、奪三振20キレタイランダー、こちらも制球球威同値ということでリーグ向けになってくるんじゃないかなと思います。で最後かな、西武エンス球威76、これね称号しても A に乗せないというこの寸止め、さてストレート高速スライダードローカーサークルチェンジと、第2球種はないっすね。でタイピンチも持ってるわけじゃないんで、まあ、リーグにも入ってくるのかなちょっと分かんないですけど、まあ、リアタイよりはどっちかといったらリーグかなという感じになってます。ということでピッチャー見てったんですけど、まあ、ちょくちょく面白いですね、まあ、ロメロとかいたり、まあ、狙いのメルセデスとか、で本命の床田さんとかいたりするんで、まあ、小笠原さんもね強いし、まあ、まずこの調子くん夏休みスペシャル10連スカウトちょっとジャイアンツで引いていきましょうか。まあ、ちょっとね大会ルールやってる感じ、ビエイラがねもうやっぱ圧倒的に強すぎるということで、一応取っておきたいです。マジで補強頼む補強させてくれ12球団の方。調子くん、これ S ランクはあ確定ですよね、2チームなんでカーブリーじゃなければいい、まあニューだったらまあまあまあ許容範囲かなというところで、これ1枚1枚抜きかなこれは。じゃあここですね、自チームジャイアンツの選手1人確定、ビエイラお願いします。あー持ってる
持ってるんすよ。ということであんまり引かないんすけどね、グレードアップ。ちょっとレベル6までジャイアンツで回していきたいと思います。まあ、ちょっと序盤の方は、スキップ祭りでいいかな。これどっから演出見せたらいい。グレード5あたりから見せたらいいか。あ、つけてた。え、ここ A ランク確定じゃないですよ。ちょっと一応演出見ましょう。 A ランク確定じゃないところで A ランクが来たということは、これ S ランクの可能性は割と高いんじゃない。うわっしゃいやね、だゴールド契約書とかでも割と A ランクの演出さえ絡めば結構 S ランク熱いっていうところあるんでね。これ自チームジャイアンツ引きたいが、いやー、ちょっと待って、そっちのロメロじゃない、あのチワロッテのロメロが来てほしかった。いや、球団違いやわ。いや、惜しいけどな。じゃあグレード3行きましょうか。あ、これも A ランク演出あるぞ。待て待て、マジである、マジである、マジである。え、ここも A ランク確定じゃないっすもんね。だって青いけ、青、あー、さすがに連続は確率収束的にありえないかな。ちょっと飛ばすわ。1、2、ここが3。あー、惜しい。 S ランクなんよ、欲しいのは。ここも特に A ランクとか決まってるわけじゃないので、月演出が来たら熱い。いや、ないか。これ飛ばしましょうかね。はいはいはい、どうで、こっからっすね。 A ランク以上の自チーム戦で確定。5、6はジャイアンツで回して、7だけあれで回します、カープで回します。うわー、床田さん引けるかなこれ。まあ、上本さんでもいいっちゃいいんすけど、まあ新規なんで。床田さんのちょっとパーム気になるよね。で、しかも多分ね、マッスラーは継続されてると思うんで、おそらく。これ飛ばすか。だからマッスラーとパームの組み合わせだから、大野豊さん的なね、使い分けはできるんじゃないかなと思います。じゃあここまでジャイアンツで回します。まあ、ここも S ランク演出がなかったらちょっと飛ばしていこうかなと思いますが、青いけ、青ということで、ここちょっとカープに変えていきましょうかね。で、これちょっと床田さんマジで来て、まあ、そもそも 50% これ取らないといけないんでね。エアジチーム確定演出はない。2枚来い。とりあえずなんだ、2人中のなんかわからん、確率なんぼかわからんけど、上本さんか床田さんという、まず土台に立ってほしい。自チーム引いて、いや、自チーム演出は特にないか。うーん、 A ランクもここまでなし。うーん、1枚だけかな。マジ頼む、床田さんお願い。いやー、そっちかなるほどね。まあ一応、まあ自チームいけたということで全然いいんじゃない。まあ、ただ A ランクは出てないんでね、好みさん早く上本さんの A ランクを追加してください。じゃあ2周目いくか。2周目もじゃあ6まで、ジャイアンツでいきましょう。 A ランクの演出が出る以外はちょっとグレード5までサクサクっといきましょうか。ということで、ここからグレード5っすね。いや、ここもどうやろう、ないかな。いや、なさそうだね。ちょっと飛ばすか。テンポが大事なんでね、こういうところはね、出ないと思ったらポンポン飛ばしていきましょう。いや、さすがに7以外でジャイアンツの選手狙うのは結構厳しいか。だって S がそもそも決まってるわけじゃないもんな。自チームはまあ決ま、50% あるとはいえ。あ、置いてくれ、カス。ほんとなんか思わぬところから A ランク、じゃあ S ランク出てくる。さあ、運命ですね。もうこれ3周目はちょっときついっすわだから 50% 引いた上でのこの床田さん、マジで引いてください、お願いします。これ確率なんぼなんやろ。うん、自チーム演出はないか。せめてバット打ってくれ、青、せめて青。ああ、青いかん、打て、お願い、打って。いやー、ちょっと待って、これやばい。自チームじゃない可能性が出てきた。いや、 50% やろ、 50% 簡単やって。たったの 50% やから、本当にお願い。あー、松坂さんか、頼むぞ、本当に。どうにかしてマスラパーム届け俺の愛、来い。じゃあせめてこの S ランク 10% 自チーム契約書の方で頼むから、ビエラ引いて、これジャイアンツでいきます。もうこれ自チームでね、カープで引いても所さん1点狙いはちょっと確率薄いんで、まあ、ビエラ、メルセデス、高橋幸さん、この3人が来てくれたら本当にありがたいっす。マジ頼む、さすがにオール A はやめてな。 S ランク演出好きでちょっと安心させ。いやー、待って、なんでない、これ。でも逆にない方が熱い説はあるみたいなんですよね。ちょ、 S ランク来いよ、おい、攻めてこい。え、は、じゃあ分かった。もう最後、ミキサーしよう。S ランク出ずに終えるは、さすがにちょっとないから、せめてこれで引いて終わろう。まず3人の誰か。もう3人の誰かって誰も、俺が言ったら、かぶりだけやめて、12球団の方の補強させてください。どこださ、取れんかったんやから、せめて12球団の方で、頼む！ビエラ！なんでそこで新選手やねん。
頼むぞ。床田さん来いよ。お、これあれ、これ自チームある、これ自チームあるんじゃない。頼む。うざ、マジでガチ。